5番線に普通列車瀬戸口行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は6両編成です。この列車は愛知環状鉄道線に入ります。高蔵寺より先をご利用のお客様は前寄りの車両にご乗車ください。次に6番線から発車します列車は
18時43分発、普通列車多治見行きです。この列車は八両編成です。この列車は各駅に停車します。黄色い線の内側を押さえてください。